はい、皆さんこんにちは、みのチャンネルみのあです。今日はですね、ゲストを迎えております、急にゲストと言っても、ちょっと年末のご挨拶に来ていただいただけだったんですが、急にすいません。いえいえ、とんでもないです。池原さん、ラッピングうちのベントレーとしていただいたんですが、どうですか、この車市況といいますか、はい、やっぱり調子いいんですか、会社って。いや、今良くないですね。良くない良くないです。あ、そうなんですね。明確に良くないですね。あ、そうですか。その中、理由って分かってるんですか。まあ、コロナの、なんていうんですかね、相場の逆流が起きてるっていうだけだと思うんですけど、はい、もう今、あんまり大きい声でもなんですけど、フェラーリ、はい、ロールスロイスが余ってるっていうのは。え、そうなんですか。はい、すごい言われますね。ってことで、何を目的で今日1本取るかってね、話してたんですけど、何にも脈絡ないんで、皆さんすいません。車の今の話でもめちゃくちゃ面白いじゃないですか。ちょっと雑談で申し訳ないんですが、すいません、今日ちょっとお話、よろしくお願いします。させてください。いやー、余ってるっていうことは、新規のお客様もあんまり車買い替えてないってことですか、フェラーリ。そうですね。やっぱりその、フェラーリ、と一口に言っても、やっぱりエントリーモデルからハイエンドモデルまであるので、はいはいはい、どうしてもそのエントリーモデルのところが、はい、数がダブつくっていうのはどうしてもありますよね。へえ、エントリーあたりがダブつく。そうですね。今後の展開もあるんですけど、はい、一応今言われてるのは、やっぱポルトフィーノ M っていうフェラーリが、はい、エントリーモデルであるんですけど、はい、まあ、これが納車がどうですかね、1年2年ぐらいされてたと思うんですけど、はい、これが今結構相場が下がってきてると。レッカーセンサーとか見てもすごい台数中古が出てるので。だって分かんないのは、もうポルトフィーノは予約受け付けません、新車はもう買えませんってずいぶん前に言われたじゃないですか。そうですね。で、それが納車されていってるじゃないですか、はい、だからあ、買えなくなってるから人気がまたあるんだろうなって勝手に思ってたんですけど、そうでもないんです。まあ、売る人が多いっていうのはあるんでしょうね、多分。フェラーリって1台買ってずっと乗るっていう人結構珍しいので、なんで、まあ、短期的に乗り換える方が多いと思うんですけど。そうですか。エントリーモデルほどそれが顕著かなっていうのはありますね。ローマどうですか。ローマはまあ似たり寄ったりかなと思います。なるほど。やっぱりフェラーリらしい車の方が人気なんですかね。ローマも今そのスパイダー、はい、ローマスパイダーが、はい、まあ、もうオーダーも、はい、入ってますので、はい、そうですね、来年から順次納車がされると思うんですけど、はい、そうなってくるとまたクーペから皆さん乗り換えるので、はい、またそのクーペモデルが売りに出てくるっていうのは必ず起きますね。そういうことか、はい、ロールスだけど結局買う人ってごくごく少ないなって昔から思ってたんですけど。そうですね。ですよね、はい、だからあのロールスがいっぱい売れるというふうには思ってなかったんですが、それはそのままってことなんですよね。まあそうですね。まあどうしてもそのコロナで車が高くなりすぎてたので。なんでコロナだと車高くなるんですか。やっぱり金融緩和とかもそうですけど、そのお金余りですよね。で、まあそのね、政府が補助金出したりとか、うん、借り入れのお金融資したりとかいろいろしたので、うん、まあ、その辺で、まあぶく銭じゃないですけど、うん、市場にお金が滞留してたものが、まあ、ちょっとずつ返済も今始まっていってますし、まあ、厳しくなっていく業界もいろいろあるでしょう。お金使うんだったら今車じゃなくて他のものに使うよって社長さんも思ってるとか。まあ、全体的にいろんなものが今相場が良くないというか、うん、その皆さんも好きな時計とかもちょっと今オレックスとか下がってますよね、うん、まあ、ちょっと全体的にそういう、こう資産価値がつくようなものは下がり傾向にはあるかなっていうのは、うん、まあ、為替とかも一時150円ぐらいで張り付いてたのがちょっと下がってきましたから、うん、まあ、その辺も多少影響が出るのかなと思うんですけど。2023年の春ぐらいにロレックスの値段下がったよって結構みんな言ってたんですね、はい、で今上がってるかっていうと、もう半年以上経ってるんですが、そんなに戻ってなくて上がってないんで、うん、ちょっとピーク迎えて、去年のねピーク迎えて今降りてきてる。で今後どっち行くのか分かんないっていう状態では確かに時計はあるんですよ。車もじゃあ似てるんでしょうね、動きがね。まあ、似た感じですね、やっぱりどうしても、まあ、元々言ってしまえばそのポルトフィーノ M とかローマとかって、うん、そのプレミアムがつくこと自体がおかしいというか、そういう車種じゃ本来はなかったはずなので。確かに、はい、まあ、フェラーリの売り方も
変わってるっていうのもありますし、もともと買わなかった人まで多分買ってたんで、まあ、その分が売りに出てきてるのかなっていう感じがありますね。相場は多分良くはないと思いますね、車の関して、ね、はい、私が持ってるベントレーなんていうのはね、昔からジャガーもそうなんですけど、買ったらすぐ値段が落ちるよみたいな、そういう車のカテゴリーで、私なんかはそんなの関係なくて、結局好きな車に乗ってりゃいいやって思ってる、リセールのことは全く考えないで買うタイプだったんですね。でコーンズが去年2022年によく言ってたのは、ベントレーの価値を上げたいって言ってて、フェラーリぐらいの価値にしたいんだベントレーを、なんていうふうにずっと言ってたんですが、まず無理だろうなと、それは買う層は少なすぎちゃって無理だろうななんて思ったんだけど、SUV はやたら結構ベントレー走ってますね。でもね、あ、ベンティーガーはそうですね、割と売れてるかなと思いますね、うん、そうなんですね、うん、まあ、売れてるって言っても、まあまあそうね、少ないですけど、そうですよね。フェラーリ の, SUV はやっぱり納車されたら相当高値で売れるんですかね。なるでしょうね、やっぱり、うん、買える人がまれ、そうですね、やっぱり、うん、ある程度 の, ヒストリカルを積んでる方じゃないと、うん、やっぱり割り当てはないです、ね、なるほど、はい、多分2、30代ぐらい我々のところには来るとは思うんですけど、まあ、でもやっぱり少ないですね。うん、多分7000万から8000万ぐらいの、うん、多分乗り出しになるであろうと、まあ、その正規で買った方なんですよ、ね、うん、奥超えるかな、まあ、中古になるともしかしたらそれぐらいになるかもしれないですね。まあ、あのぐらいのプレミアム感があったら関係なく高値では売れるっていうことなんでしょうね。そうですね。そうですね。うん、なんかそれに似たような話で、高値で今プレミアムつきそうな車ってあるんですか？ずっと下がらず高いのは、うん、やっぱりポルシェは高いですよね。そうなんだ。911はいまだにもうモデルチェンジ来年するんですけど、はいはいはい、992型が後期になるということで、うん、今ミノさんのライテルの前期モデルっていうことになるんですけど、うん、とはいえその生産台数がやっぱり欲しい方に比べて少ないので、うーん、前期モデルも、もうモデルチェンジがすることは分かってても、うん、全然まだ値段が高いですね。うん、下がらないです、やっぱり。マセラティが随分全部変えてるじゃないですか。ああ、そうですね、はい。あの辺ってどうなんですか？マセラティはね、まあ、やっぱりあれはそのちょっと尖った方向性というかですね、まあ、王道はフェラーリとかポルシェとか皆さん買われるじゃないですか、うんうん、でマセラティ買う方は、まあ、我々お客様にもたくさんいらっしゃいますけど、うん、やっぱり人と違うものがいいっていう方が多いですね、うんうん、リセールっていう意味ではすごく良くはない車にはなってしまいますけど、うん、昔から今の現行車も故障多いんですけど、あれ、うん、やっぱ変わらないんですかね。どうなんですかね、まあ、イタリアの車なんで大きくは変わらないんじゃないかなとは思いますけど、うん、ただ、最近だとグレカーレっていうその小型の SUV、うん、まあ、マカンの対抗車種ですけど、うん、この辺ちょこちょこ入ってくるんですが、うん、すごく質感とかデザインとかすごく良くなりましたね。良くなった、はい、まあ、あれも購入検討したんですけどね、私たちも。で検討した結果、最初の発売の納車されるものが白と黒しかなくて、あ、そうですね、もう他の色は買えませんって言われちゃったんで、もうじゃあやめるって言って、結局マカン買ったことになっちゃったんですけど、はい、まあ今は、他の私の友人も今度納車されるって言って違う色が、ああそうですか、うん、だんだん違う色も来たんだなっていう感じなんですけどね、うん、そうですね。アストンマーチンはどう？アストンマーチンはね、またこれも違った方向性の尖り方なので、うん、まあ、我々も正直サンプル数が少ないというか、施工入庫する台数としてはアストンマーチンすごく少ないので、うん、少ないんだ。少ないですね。まあ、DBX とかちょこちょこ入ってきますけど、うん、やっぱ SUV 人気ですね、どうしても、うん、あ、高い、めちゃくちゃ高いですよね。707とか上のグレードになると4500万ぐらい多分するので、ね、なんかそんなに高いんだったらじゃあランボの方行っちゃおうかなとか、あ、ウルスとか、ね、ウルスに行っちゃおうかなとか思っちゃうんじゃないかなと思うぐらい高くて、そうです、ウルスより下手したら707高いんじゃないですかね。そうなの、まあ、ペルフォルマンテとかそのウルスの新型はそこそこするので、うん、まあ、似たようなラインだと思うんですけど、うん、まあ、同じような価格帯の車ですよね。あとはまあ定番で言うと乗ってる方も多いと思うんですけど、メルセデスはまあ、はい、ちょっとスーパーカーの枠ではないですけど、うん、高くなりましたよね、車が。あ、そうなんだ。僕もG クラスを買ったっていうのが最近出したんですけど、うん、同じ車に前乗ってたんですよ、うん、で全く同じような仕様でもう一回頼み直したんですね、うん、で、まあ、2台目が来たんで入れ替えたんですけど、うん、1台目買った時はだいたい2500万ぐらいで買えたんですよ、うん、
ただ今回買ったのは3100万ぐらいしたので、単純その定価の改定が全く同じでもそんなに違う。そうですね、はい、高っ、何百万、新車3000万超えるんだ G クラス。そうなんですよね。そこまでして乗る車なのかなと思っちゃいますけど、そうですか、もちろんいい車ですけどね、ちょっと高いなとは思いますよね。まあいろいろ聞いてると、よりその富裕層向けにブランドを特化していこうっていう動きではありますね。だから A クラス B クラスはいずれなくなるって言われてるので、その辺を。そうなんだ、はい、俺なんか年取ってる人だから A クラス B クラスってこの間できたばっかりじゃないベンツは何のなんか欲しいとか思ったことなかったから、ね、何も今頭に入ってなくて。じゃあ BM と結構差がついてる感じ。もうめちゃくちゃ差がついてると思います。もう全く肩を並べてはないと思いますね。そうなんだ、まあ、もちろんね BMW 好きな方もいらっしゃるんで、まあ、我々も入庫ゼロじゃないですけど、まあ、台数はどうしてもメルセデスが多いですね今は。テスラはどうですか。テスラはあの車両価格を安くして後でオプションじゃないやネット系で高く取るとか、そうですね、テスラ僕も乗ってますけど、テスラはあの割り切って買う分にはもうめちゃくちゃいいと思います。割り切って何を割り切るって、リセールバリューを割り切るっていうところですね。電気自動車全般そうなんですけど、そうなんだ、あんまそういうこと言わない方が僕立場的にはいいんですけど、あの高い EV、まあ、ポルシェでいうとタイカンとか、メルセデスの EQS とか、まあ、EQG もそうですけど、まあ、今いろんなこう高級自動車メーカーが作ってる EV っていうのが結構出てきてますけど、まあ、リセールがとにかく悪いんですよね。そうなんだ。テスラも悪いは悪いんですよ、だからもうバッテリーの寿命なんてみんなね似たり寄ったりじゃないですか今のシステムだと、まあ、そこブレイクスルー起きないと変わらないと思うんですけど、だからあのテスラは車両価格がそもそも安いんで、僕モデル Y ってやつに乗ってるんですけど、まあ、買った時で700万ぐらいだったんですよね。買った次の1週間後ぐらいに値下げして600万ぐらいになってましたけど、まあ600万だと考えれば、まあ大体その分かんないですけど5年乗れると考えたときに、まあ、600万円5年で割り切れる人は、まあ、焼却取ったしいいかなとか、まあ、EV の、 その新しい可能性をちょっと感じてみたいとか、まあ、そういう方は非常にいいんじゃないかなと思いますね。だから1000万超える EV を買ってしまうと結局下落率の問題なんで、絶対値が高いですからめちゃくちゃ食らうわけですよ。なので、まあ、そこはちょっと今は手が出しづらいなと僕は思ってますね。テスラはそういう意味ではすごくあの手が出しやすいですし、やっぱ中国のメーカーで BYD とかですね、いろいろその出てきてるので、まあ、あれなんかは多分テスラよりちょっと価格下げてると思うので、まあ、いろんなメーカーが出てきてどっかが派遣取るんだろうなっていう感じがしますね。テスラ自体は乗っててはじゃあいい感じですか。あ、めちゃくちゃいいです。あ、そうですか、はい、めちゃくちゃいいです。意見は分かれるんですけど、僕はいいと思いますね。巡航距離が短いのは確かにちょっと問題なんですよ。あの満充電でも僕のモデルだと400キロ走れないので、じゃあちょっと名古屋ぐらい不安でいけない。名古屋だともう道中浜松あたりでチャージしないと無理ですね。あ、そうなんだ。一回名古屋行きましたけど。あ、本当に、はい、チャージってどこでするんですか。テスラが設置しているスーパーチャージャーが全国あるんですよ。 あるんだ、はい、この辺だとカンパチ、世田谷だったらキヌタにもありますし、あの都内だと六本木ヒルズのグランドハイアットの駐車場にも設置されてますし、それって課金なんですか。課金です。なんか、まあ、やったことない人にとって分かんないだけなんだろうけど。いやでもあれよくできてますよ、まあ、あの買った時にアプリを、まあ、当然携帯に入れさせられて、アプリでキーの開閉とかも全部するんですね。おうおうおう。基本そのなんかあのサービス の、 あの要請とか、なんかちょっとあの車見てほしいとか、全部そのアプリを通してやるんですよ。アカウントがあって、そこにクレジットカード登録するんですよ。なのでアプリに、紐づいているので、もうあの充電スポットについてガチャンと差し込めば、勝手に課金されて重量課金で、クレジットカードに請求が後から来てるっていう感じですね。うーん、その辺もいいね。いや、いいですね。アップルみたいだね。そうです ね、 ね、やっぱり IT メーカーだなって感じがしますね。と、2023年の外車事情ちょっとお話をお伺いしましたが、2024年最後に何か伸びそうなちょっと期待しているメーカー並び車なんかありますか。まあでもやっぱり一つは
ポルシェの992型後期がいろんな噂があるんですよ、うん、自然吸気モデルで出るっていう話もありますし、バッテリーを積んでくるっていう話もありますし、うん、まあ、ハイブリッドだと思うんですけど、うん、まあ、その辺がどう出てくるかっていうのが、それは確かに面白い、はい、まだはっきり正直わからないんで。そうなんですね。全然俺ポルシェのって気にしてないよ、ハイブリッドのモデルはやっぱラインナップされるっていうのは聞きますね。多分なんかそのアベンタドールの後継のレベルトもそうなんですけど、うん、ヨーロッパの規制でなんかバッテリーをなんか積むとか、うん、いらなくてもつけないと多分販売もできないんですよね。だってレベルトなんて12気筒のアベンタドールのエンジンにちょっと20キロぐらいしか走れないのバッテリーがついててハイブリッドって言ってるんですけど、いるかいらないかで言ったら絶対いらないじゃないですか。なんですけどヨーロッパの規制上そういうことしないと販売ができないっていうところであえてついてるっていう感じだと。時代の流れはみんなそっちなんだね、結局。やっぱりそうみたいですね、今のところは。ということで、すいません、短い間で。いやいや、とんでもないです。急遽。僕なんかで、恐縮ですが。はい、また来年もいろいろよろしく、はい、こちらこそお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。